もう私のと全部独学です。僕がやった仕事っていうのはね、当事さんたちの疑問難問だをね、それを全部科学的に解いてあげることでした。香水が味が濃くなるとかよく言うんだけど、それを本当に科学的に証明してる。僕がね、今あるのはある当事さんがの失敗から、それを解決してあげたのが僕の基本的なね、研究の出発点かね。当事さんがね、僕は36歳の時に真っ青な顔してきて、酒ができないって、で腐ったかって腐ってないんですよね。でなぜか言ったら、もうできないってことはね、カスだけなの、もろみが溶けなくて、でそれを証明するために新しいこう簡単な麹の分析表を開発したんです。それでその当事さんが麹を分析したらできていないということが分かって、僕はその O1 という新しい錠外装置をそこで作ったんですね。ですからその一人の当事失敗した当事さんに会わなかったら、多分僕はつまらん研究しとったと思う。その失敗をいかにね、解決してあげるかと、今の年になってね、やっぱ僕の人生良かったなというのが決断です。まあ、僕はどっちか言ったら、そのいかにね、まあ現職時代ですよ、現職時代はいかに島根県が全国の新酒鑑評会で金賞を取るかって、ね、だけど大吟醸をいかに作るかっていうのが、実際に僕一生懸命取ったけどね、そうですね、55歳ぐらいの時かな、いやこれじゃあちょっとね問題があるよってことで、新聞に問題提起したことあります。アペレチーフのような酒だけでね、目標を持つんじゃなくてね、もう一度ね、やっぱり日本酒っていうのはね、もともと高中味を楽しむというかね、こうお酒を料理を食べながらお酒を飲むと、で口の中でね、お酒の味と料理の味をハーモニーして飲むのが日本の食文化なんですね。で今の大吟醸ってのはそうじゃないよね、こう香り聞いてちょっと見るんですよ。でアペレチーフだから、じゃああのやつでね、料理食べると食べれない、ね、そういうことで、そういう問題を提起したんですね。でもう一つはね、やっぱり僕はまあ、前から30歳ぐらいの時からずっと興味があった古いお酒をね、ずっと調べて作り方、そうするとね、どんなことがあったか言ったらね、日本酒というのはね、やっぱ食文化とともに変わってきてます。まあ、日本食ね、最近世界中に人がやってきたでしょ。だからヨーロッパの人もアメリカの人もそうなんだけど、最初にそのさっき言ったようなお米から作ってる果実になる酒にもすごい興味ね持ってね、かわいいしだけどね、日本食がヨーロッパなんか浸透したんですとね、その現状酒では料理が食べれない、そういうことをヨーロッパの人たちも徐々に分かってきてるみたいですから、まあね、これからのお酒っていうのはそういうアペリチーフも大事ですよ、品評会の。これはもう基本的にお酒作りの基礎がきっちり詰まってますから、あれをねきちっと消化して金賞を取れるお酒を作らないと本当のお酒の設計ができないんです、食中酒の。ですからそういう食前酒大吟醸の作り方をまず把握することも大事だけどね、やっぱヨーロッパの人たちがこう、まあ、和食とね一緒においしく飲める酒を、ね、作っていくということはこれからの酒屋さんの使命ですね。一番大事なことはね、まずお酒の味が本当に分かるかどうかです。
一番大事なことはね、まず聞き酒能力を持つことかね、まずね、いろんな料理を食べることですね。だけどね、料理はどの料理はどんな味かなとかね、ああこの魚の刺身はどんな味がするかとかね、醤油どんな醤油だったら美味しいとか、まずそういうことをね、全部ね頭の中にセットしないと。それでそれと初めてこうお酒を飲んで食べながらこうチームだと思うんですよね。日本酒っていうのはね、あの例えばね、あのまああの例えばね、あのそうですね、あの設計のやり方ではね、あのどんな料理も合うんです、ダンス料理でも。でもあの大事なのはエイジングって寝かせるって言ってね、だから作り方と寝かせる方によってね、寝かせ方によって大体どんな料理も合うようになるよ。でもう一つね、やっぱりあのもう一歩動かすのはね、あの今度は逆にあの日本酒の弟子たちが向こうの料理を理解して、でそれに合うようなお酒の設計をね、あのこれできます。あの僕はもうあの例えばね、本当にあの明治32年くらい のお酒を復元してみるとね、ものすごい辛いお酒になるんですよ。でそれをもう10年ぐらい寝かすとね、もうフランス料理のさ、あるだけど僕は先週言ったんで、まずショップをね勉強することです。ちょっと日本人の木酒能力を勉強する。そうするとね、いろいろ今度あの酒を売る人から作り酒屋さんへのアドバイスができるようになるよね。でそこのところがものすごく大事なところで、まあ、これから日本酒やっぱり基本的にはね、まず今の日本酒は基本的には日本料理と日本酒ということで出発すればいい、ね、で日本料理を美味しく楽しむためには、このタイプの酒はこの料理に合うと、このタイプの酒はこの料理、お刺身と天ぷらで全然違いますから、お酒の味は。そういうことをまず教えてあげて。だけどまあ、組み合わせは無限大になるけどね。なんでもね、一度飲んでみたいって言う。適当しないで、でどんなお酒でも飲んでみる。で僕はもう中国料理師でももういろいろな僕お酒飲んでますから。だけど、ね、僕は日本酒の先生だって日本酒一品食べますからね。いろんなお酒を飲んでますよ僕は。日本酒しか美味しいから飲めっていう発想じゃなくて、ね、そういうのに一度飲んでみて、あの最初のマスルのあのアペリティフのような吟醸酒とかね、だから純米酒の、それもいわゆるあの9号酵母というふうに言ったの綺麗なお嬢さんタイプのね、強さはやっぱり最初のマスルに進めてくれるといいね。